東京オートサロン2024で発表されたメルセデスベンツ新型 E クラス、すでに国際試乗会の模様昨年の夏にお伝えしてますが、ようやく日本のね、買って知ったる道で乗れるということで早速借り出して乗っています。今回日本ではセダンとワゴン両方が一遍に発表されて、パワートレインはね、セダンに関しては3つが用意されます。その中から今回は E200 アバンギャルド ISG 搭載モデル、そして E220D アバンギャルド、こちらも ISG 搭載モデル、この2台をまとめてお届けしたいと思います。プラグインハイブリッドの E350E スポーツエディションスター、こちらに関してはまた別の番組でねお届けしますので、そちらも合わせて見ていただければなと思います。今乗ってるのは E220D アバンギャルドセダンのディーゼルエンジン搭載車ですね。そしてそこには ISG 搭載モデルと付け加えられています。すでに国際試乗会の時の模様をお伝えしてますが、今回ね、内燃エンジンモデルはすべてマイルドハイブリッド化されて電動化モデルになりました。全車電動車になったわけですね。エンジンスペックは最高出力197馬力、最大トルク440ニュートンメーターです。で、ここにモーターがね、強力なんですよ。23馬力205ニュートンメーターを発生します。そして価格ですね。これが話題になりましたよね、結構ね。エントリーの E200 アバンギャルド ISG 搭載モデル894万円。そしてこのディーゼル E220D は921万円になりました。まあ、値上がりしましたよね、なんですが、実はね、まあ、導入より前の段階ではね、結構全車1000万円オーバーじゃないかなと言われてたんですよね。それがね、蓋を開けてみたら、なんとか、そこのレベルからはね、まあ随分リーズナブルなところに収まったなというふうには思います。まあ実際ね、BMW523i が798万円から来ちゃったんでね、まあ結構これが現地価格を考えると、というぐらい安かったわけですよ。今のね、為替を考えたらね。だからメルセデスとしても、まあ結構対応しなきゃいけなかったんだろうなというのは想像できます。まあ実際に結構ね、装備がプレーンなんですよね。標準状態で買うと、今この車についてる MBX スーパースクリーンはありませんし、あと、レザーじゃなくて、まあ、アーティコ。まあ、合成比較になりますよね。サンルーフオプションだし、リアアクセルステアもついてこないです。あとはエアサスペンションですね。これ国際試乗会で乗った時にすごい好印象だったんで欲しかったんですけど、これはね、最上位モデルの E350E。まあ、プラグインハイブリッドですね。こちらでしか選べない。ということになります。いろんな装備がね、その、そう、最上級モデルだけ。これでも988万円なんですけど、で、オプションっていうのが多いんですよね。なので、このね、E200 とか E220D を買うと結構ね、その状態だと、本当にすっぴんだなというものになっているというのが現状です。で、走りの印象なんですが、これはね、期待通りだったなと思います。オーストリアで乗った時にもね、内燃エンジン車にもまだまだこれだけできることがあるんだなっていうような話をしたと思うんですが、印象としてはね、まさにそういう感じで非常に滑らかでしっとりしてますね。心地よい走り感があります。あのね、ゆったりしている。そして路面からの当たりが優しいですね。エアサスペンションの方がもちろんいいんだと思いますけど、じゃなくてもね、メルセデスライドっていうのがしっかりあるなと思います。あの、姿勢がすごくフラットなんですよね。ここがめちゃくちゃ気持ちいいポイントだと思いますね。まあ、今回車体大きくなってるっていうのも、でホイールベースが伸びてる、まあ、この辺がね、やっぱりそうは言っても効くんだなと。そんなに大きさじゃないなと思ったんですけど、効いてくるなというふうに思います。で、ディーゼルエンジンだということでノイズとかどうかなっていうのも、本当にカプセルの向こうに積んであるような感じで、決して無音とは言いませんけど、全然いい感じです。だからね、もうもはやね、エンジンあんまり問わない車だと思うんですよね。 E クラスっていうのはね、何のエンジンだからとか、エンジンを楽しむとかっていうのとはちょっと違うと思うんで、なおのことを、まあ今の時代にも合ってて、古臭さみたいなものはない。バッテリー V から内燃エンジン車乗り換えると古い臭いなと思う瞬間があるみたいなこととはね、なんか一部無縁な感じがしますね。やっぱりこのメルセデスらしい世界に浸っていられる車というか、そういう車ですね。だから乗り味的には、そのエアサスペンションとリアアクセルステアリングっていうのが、前にね、乗ったモデルとの大きな違いとなるんですけど、まあそこはね、やっぱメルセデスだったという解釈でいいのかなと思います。というわけで、まあ話は最初に戻って、やっぱりね、オプションをつけていくとどんどん高くなってっちゃう。しかもね、それが単独で選べるものが少なくて、みんなパッケージなんですよね。結局だから、この921万円の E220D セダンを買っても、なんだかんだつけていくとほぼ1100万円かなみたいなところに行く。まあそうなった時に、
ちょっとなーっていうのは多分多くの方があるんじゃないかなと思います。そして内装のクオリティですね。これもね、まあ見た目、特にこのスーパースクリーンつけてるやつはね、いいですよね。この革のピタッとした感触とか、ね、ドア周りのトリムの綺麗さ、そしてこのイルミネーション、まあこういうものがね本当にいいなと思うんですが、よく見るとセンターコンソールの後端の部分とかステアリングコラムのところにちょっとね硬いプラスチックが使われてて、こういうところだけねちょっと目立っちゃうかなって感じはありますよね。まあそういったところも含めて乗用車のベンチマークとしてね長く君臨してきた E クラスの新型が世間で特に日本市場でどんな評価を受けるのかはなかなかね興味深いものがあるなというふうに思います。そうそう、このスリーポインテッドスターをあしらったテールランプなんかもね、実際にね見慣れた風景の中に置いてみて皆さんどう思われるのかっていうのもね、とても興味が湧くところですよね。はい、そして続いては天気がだいぶ良くなりました。続いては E200 アバンギャルド乗ってます。ガソリンエンジンモデルですね。と思ったら渋滞してきちゃったんで E220D では試せなかった運転支援をちょっと試しましょうか。はい、ちょうどね混んできましたね。今速度をここ60キロなんで一応60にセットしてますが、もう渋滞してきちゃいましたという形です。はい、もうすでにディストロニック入りましたね。オーストリアでの国際試乗会の時にね、車としての資質、基本的な部分も大進化してるなと感じた E クラス。決してね、BV シフトしてるからといって、この内燃エンジンモデルをおろそかにしてるわけじゃないよということがね、まあ明らかになった。メルセデスはね、これ、まあブリッジだと。要は、内燃エンジン時代から電気時代へのブリッジであるし、アナログ時代からデジタルへの橋渡し、まあそんなようなことを言ってたわけですよね。だけど実際に乗ってみると、だからといって全然中途半端なものなんかではなくて非常によくできた車だったというところをお伝えしたと思います。でその中で感心した一つのポイントとして、この ADAS 運転支援システムの洗練度も上げたんですよね。とにかく速度コントロールとかが緻密で、制御がまた一段上のレベルに来たなと。これはもう日本車うかうかしてられないというか、現状では負けてますねと、はっきりまたね差をつけられてしまったなということを感じました。まあそれをね、まあたまたま今すごい混んでるんで、はい、試せてるという感じですね。今もはや、ステアリングホイールには手を添えてますが、加減速、そしてこの再発進に至るまで、はい、今再発進しましたね。これも今全部車に託している状況ですね。運転を支援してもらっている形です。完璧と言っていいぐらいの緻密な制御ですよね。今わかります？横から車入ってくるのもちゃんと車が見てて開けていくんですよね。こういうところの緻密さですよね。入ってきちゃったから突然ガクンとブレーキ踏むんじゃなくて、もう予期してある程度速度緩めてたんですよね。素晴らしいな。これ車の中身の話もしていきましょう。この車 E200 アバンギャルドだと、エンジンは直列4気筒2リッターターボで、最高出力204馬力、最大トルク320ニュートンメーターを発生します。それにね、今回 E クラス全車電動化ということで、マイルドハイブリッドもしくはプラグインハイブリッドになりました。この E200 もいわゆる ISG がついています。こちらもパワーアップしていて、最高出力23馬力、最大トルク205ニュートンメーターを発生します。まあ、単純に320ニュートンメーターのエンジンと205ニュートンメーターのモーターですから、まあ強力ですよね。で実際それはこう走りの上でどうなのかというと、 E220D でも言いましたけど、車やっぱね静かですね。でちょっと補足がいるなと思ったんですけど、まあもちろんね4気筒エンジン積んでるので、特に街中での発進とかの時には、例えば2500回転とか回るじゃないですか。そうなればエンジンの存在感がまるでないというわけではないんです。ちゃんとまあエンジンの音がするし、まあそれは4気筒なんでそういう音がしますよということなんだけど、まずこう雑味成分が割と綺麗にフィルタリングされてるというのもありますね。おかげでだから耳障りとかはないし、さらに巡航モードに入るとというか、速度が上がってくるとなんかねすごく静寂感が来るんですよ。もちろんエンジンの、ね、音の絶対的ボリュームが回転が下がれば下がるんですけど、それだけかっていうぐらい、なんかねやはり
まあ、何度も同じような表現をしてますけど、カプセルに包まれたみたいな静寂な感じがするんですよね。無音になるわけではないんですけど、あれ静かだなっていう風に感じさせる、このやっぱ遮音対策は見事だなと思いますね。乗り心地に関しては E20D で話したのと基本的には同じ感じですね。これまでのメルセデスライドをしっかりと継承している上に、やっぱりねボディがしっかりしたなという感じが強まってると。なので非常に滑らかで快適です。エアサスペンション欲しいともちろん思うけど、なくても実は非常に快適だったということで、まあ安心かなと思います。ちょっとインテリアの話をしておきます。この MBX スーパースクリーンですね、これを含むデジタルインテリアパッケージはオプションです。そしてこのレザーもねオプションなんですが、空間としてはね E クラスなんでもう十分な余裕があります。そんなわけで E200 の方を見てきましたが、こちらも値段はまあまあしますよね。894万円というね本体価格はすごく頑張ったなと思いますが、この個体で言うと先ほど言ったようにデジタルインテリアパッケージ40万4千円、アドバンストパッケージ59万円、レザーエクスクルーシブパッケージ、パノラミックスライディングルーフ AMG ラインと合わせて、この個体の価格で言うとね1158万3千円となってます。まあやっぱり1200万近くいくっていうのが新しいクラスなのかなというところですよね。まあそのあたりかなり、まあ今のね車両価格が上がってるし為替も厳しい状況ということで、まあそういう設定になってしまったということで、オプション選択は悩ましいところです。一方でさらにねもっと上のモデルありますね。最初にも触れましたが E350E スポーツエディションスター、こちらだとエアサスペンションはじめ今の E クラスのできること全てが盛り込まれているというわけで、そちらの走りも楽しみなところ、こちらについてはもう一本ね別の動画作りますので、ぜひそちらもご覧になってください。僕もね実は乗るのはこれからなんでめちゃくちゃ楽しみにしてます。こちらもぜひ。